生き津島シーライン株式会社は日本の海運会社。一期で港湾土木業を中心とした事業を展開する中、原グループが従来九州優先が一社で運行していた博多航路において島民の立場に立った航路サービスを提供するため設立した。一期から博多へ通勤、通学が可能な運航台や JR 在来線並みの運賃の実現を目標としている。 中原グループは1999年から航路参入を検討していたが、博多行き津島航路は海上運送法上の指定区間となっており、新規就航には、博多行き間は1日3往復行き津島間は1日2往復の輸送条件を満たす必要があるため、就航船舶の目処がつかず、事業化は延期されていた。2015年12月、 使用船舶が確保され就航の目途が立ったことから、行き市議会に対して、行き島内の岸壁使用許可、運航許可及び、博多港の岸壁使用許可などについて所管する、九州運輸局、福岡市など、関係機関への陳情、行き市からの出資について、協力を要望した。2016年5月下旬から6月上旬にかけて、行き、千島フェリーのフェリー翼のドック期間中の、 大船として三笠が運航された。当初は2016年夏に運航開始予定とされていたが2016年7月28日、高速船の整備の遅れにより2016年夏から秋にかけて運航開始は困難との見通しを表明した。ニューイゼナ、シーマックスフェリー一席を使用している。駅、津島フェリーにて運行中である。ありがとうございます。